さあ皆さん、トリツァ行ってみたいと思います。本日の問題はこちら。皆さん、最初の4では単語の問題です。で、ようやく5番目に Y が来ますからね。この順番で頑張っていただけると嬉しいかと思います。では一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。ここは皆さん、設問に絡まないので、一読だけお願いいたします。では皆さん、続いての段落でございます。こちら、下線部1番に設問ついておりますので、一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、これはアフエントは皆さん、裕福なという意味ですよね。で、皆さん、それに該当する選択肢があるかどうか確認いたします。で、皆さん、選択肢、出だしの単語がわからないですが、皆さん、この後ろですよね。なんかあまり食べたり飲んだりしていない様子でございます。まあ、裕福とは違いますよね。で、選択肢の E は冒険と書いてますね。選択肢、は奪われております。で、選択肢の A をすっ飛ばして、お、十分教育がなされていると。ということです。なので皆さん、裕福な一発で絵が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。ここは一読だけで大丈夫ですからね。さあ皆さん、続いての段落でございます。まずは問いの C の設問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、選択肢こちらでございます。第7段落一読していただいた後、検討をお願いします。皆さん、これ、カーニング同僚ですよね。ですから、そのまんまって感じでございますが、まず選択肢のアをすっ飛ばして、イ。皆さん、競争相手と書いてますね。で、選択肢のウは知人。で、選択肢 A はライバル。で、選択肢 O は管理者。ですから、同僚でございますので、選択肢のアのコーワーカーズそのまんまですよね。ですから、正解はアということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。こちら、問いの D の検討をお願いします。さあ皆さん、これはクワイトですから全くということでよろしいかと思います。で、それで選択肢の R を見ると、なんか開いてる様子が伺えます。で、選択肢の E はめったにうにゃうにゃない。で、選択肢の U はほとんどうにゃうにゃない。で、選択肢 A は幾分ですよね。ですから全くという強調でございますので、 O の very が良さげですね。ですからこの問題も直球で考えていただいて OK ですね。よって正解は O ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第9段落でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、第10段落でございます。まずは、設問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、選択肢はこちらでございます。改めて、下線部4番の検討をお願いします。皆さん、プロミシングは善と有望ですよね。で、それと言い換え可能なものがあるかどうかということでございますが、まずは選択肢のア。で、これは後半に長いこと待ってる様子が伺えますね。で、選択肢の E は establish、確立。で、選択肢の U は認識されやすい。で、選択肢の A をすっ飛ばして O。これだと皆さん、成功の可能性はございませんということですね。ですから、善と有望というのはその逆でございます。ですから、選択肢の A。これだったら成功する可能性があります。善と有望と言い換え可能ですよね。ですから、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第11段落、12段落の一読をお願いいたします。さあ皆さん、この最後の段落でございます。こちら皆さん、問いの F ですが、日本語に訳しなさい。和訳問題ですね。検討をお願いします。皆さん、解説はホワイトボードでいたしますね。さあ皆さん、和訳いってみたいと思います。皆さん、該当箇所と皆さん、模範解答を下に書いておりますので、皆さん、これを参考にしながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。それでは一番先頭ですね。文との名詞は主語。で、主語が決まれば後ろですね。これは動詞でよろしいかと思います。で、前半は SV ですね。で、さあ接続詞 as を挟んで SV でいいんです。皆さん、enter。自動詞、他動詞、大丈夫ですね。皆さん、後ろには John Market。名詞がございますので、enter は他動詞。ということは、後ろは目的語。で、前置プラス名詞は M。就職語ということでよろしいかと思います。で、皆さん、後半でございますが、do to の間に impart という感じで皆さん、挿入されてますよね。まあ、一部にはとか、一つはという感じで繋がっております。あとは皆さん、do to、前置詞。で、後ろ皆さん、energy crisis、名詞ということで、バッチリです。で、皆さん、文構造こんな感じですね。で、次は皆さん、和訳する順番ですね。皆さん、一番先頭オレンジのところですが、ここ、主節になってますよね。で、皆さん、青色の as、点々点。皆さん、従属節。皆さん、SV の左側に接続詞がくっついている方が従属節というふうに呼んでました。で、皆さん、無意識かもしれませんが、従属節の方から訳していただけると、綺麗に日本語が決まりますね。で、もちろんその主語に当たる部分が一番最初。
ですから、税のところが一番最初ですね。あと皆さん動詞が見えてきます。が皆さん動詞はなるべく後回しの方が綺麗に決まりますよ。ですから、この後ろの目的語。ただ皆さん前置プラス名詞でございますので、皆さんこの前置プラス名詞は右側から左側。ですから1970年代が2番目。で、その後皆さんジョン・マーケットにつなげるとバッチリです。で、動詞以外のところを訳し切った後に最後に動詞。で、皆さんこの文末緑のところも、皆さんデューテューという前置プラス名詞になっておりますので、右側から左側。訳し上げていく感じでバッチリです。で、皆さん、重動詞の部分ですね。皆さん、青色のところと緑のところ。これ、訳し切りましたので、最後は主節に戻れば OK です。で、あと皆さん、主語と動詞しかおりませんので、皆さん、5番目、6番目。この辺り、皆さん、訳す順番が決まりますね。で、あと皆さん、少し気をつけるところと言われた、皆さん、青色のアス。皆さん、アスの後ろ、皆さん、SVO で第三文型、完結してますよね。で、そういう場合は完全な文章と読みました。で、そうすると皆さん、このアズは、うにゃうにゃするとき、もしくは、うにゃうにゃなので、ということで、皆さん、ときか理由、この訳し方、当てはめることができます。じゃあ、今日はどっちがいいんですかということですね。皆さん、この文末、この辺がヒントですね。彼らは1970年代、仕事の市場、もしくは、労働市場、さらには雇用市場、まあ、なんでもいいかと思うんですが、その市場に入った、そうです。1970年代のときの話をしてますので、今回のアズは、ときで訳すと、うまくいきそうですね。ですから彼らが1970年代に雇用市場、そこに入った時に、もしくは参入した時にということでバッチリですね。で、皆さんこの緑のところでございます。in part、一つには、もしくは一部には、エネルギー危機。そのエネルギー危機は due to、原因で、エネルギー危機により、もしくはエネルギー危機のせいで、経済成長が減速し始めた。もしくは経済成長が鈍化し始めた。こんな感じでバッチリですね。ですので、あと皆さんご自身の和訳とですね、こちら、模範解答を見比べて、添削等々をしていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってくださいね。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、次につながるよう、ちょっとまとめていきますね。さあ皆さん、まず過去一番、記述式。皆さん、過去もご覧になっていただけるとわかるかと思いますが、数は少ないですが、和訳や記述説明問題ですね。皆さん、これが出ておりますが、皆さん、これどうやって対応したらいいですかということですが、これは再生リスト、国公立さん英語というものが存在しておりますので、こちら練習していただけるとよろしいかと思います。そして、過去に、まあ、マーク式ですが、まあ、圧倒的にこっちの方が多いんですね。まあ、言ってみれば、次第型。で、内容1問題、下線部説明、そして空詞補充ですね。で、このあたりの練習どうしたらいいですかということですが、再生リスト、G マーチ、もしくは相対英語などなどですね、活用することができます。で、現実、都立大の過去問ですが、皆さん、G マーチレベルとはいえ、これですよね、都立大よりもレベルが高いところで練習しておくとですね、まあ、つまり相対英語、まあ、早稲田レベルですね。このレベルを日常にしておくと、皆さん、都立大、試験当日、むっちゃ簡単って感じられますので、かなり高得点が取れるかと思います。で、皆さん、実際、相対レベルで練習してるとですね、そこの過去問で出ている単語、まあ、おおむね、まあ、ちょっと難しいかなっていう単語があるんですが、それが都立大で聞かれてたりするんですね。ですから、この相対英語とかで知らない単語、皆さん、どんどん覚えていっていただけますと、試験当日、的中ということが考えられます。ですので、ぜひ、この動画活用していただけると OK です。例えば、カッコさんもご清聴。皆さん、並び替えの問題はどうしたらいいですかということですが、この再生リストで並び替え、まあ、存在しておりますので、しかもレベルの優しいところから皆さん難しいところですね、こう順番に上がっていけるよう組み込んでおりますので、こちらも参考になさっていただけますと嬉しいかと思います。ですから、取り扱いに対応すべき設問形式ですね。それは皆さん、この当チャンネルのその再生リストで賄えるようになっておりますので、ぜひ活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。